度ドライブとかどう？いいね、お弁当とか持ってさ。え、お弁当？美味しい肉じゃがを作りましょう。水気を切ってください。 OK。 DS でお料理始めませんか？しゃべる DS お料理ナビ。引っ越しパーティー中華どう？八宝菜作ってく。ねえ、何する？美味しいエビチリを作りましょう。下ごしらえができました。 OK。 DS でお料理始めませんか？しゃべる DS お料理ナビ。カルボナーラ。さあ、DS で美味しいカルボナーラを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。サバの味噌煮。さあ、DS で美味しいサバの味噌煮を作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。しじみ汁。さあ、DS で美味しいしじみ汁を作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。ゴーヤチャンプルー。さあ、DS で美味しいゴーヤチャンプルーを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。餃子。さあ、DS で美味しい餃子を作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。肉じゃが。さあ、DS で美味しい肉じゃがを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。酢豚。さあ、DS で美味しい酢豚を作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。さあ、美味しいカルボナーラを作りましょう。よく混ぜ合わせてください。OK。DS でお料理始めませんか？レシピは200種類以上。希望した食材を使ったメニューをシェフが提案も。いただきます。 Nintendo DS しゃべる DS お料理ナビ。ちゃんと食べてるの？大丈夫だって。栄養しっかり取らないと。聞いてるの？さあ、おいしい酢豚を作りましょう。さっと炒めます。 OK。 DS でお料理始めませんか？レシピは200種類以上。カロリーなどの条件でメニューを検索してくれる機能も。 Nintendo DS しゃべる DS お料理ナビ。映画は良かったね。うん。今度ドライブとかどう？いいね、お弁当とか持ってさ。え、お弁当？さあ、美味しい肉じゃがを作りましょう。水気を切ってください。 OK。DS でお料理始めませんか？レシピは200種類以上。他にもタイマー。タイマーも始め。声で操作できます。いただきます。いただきます。 Nintendo DS しゃべる DS お料理ナビ。引っ越しパーティー中華どう？私八宝菜作ってく。私は餃子。ねえ、何する？さあ、美味しいエビチリを作りましょう。エビの下ごしらえができました。 OK。 DS でお料理始めませんか？レシピは200種類以上。食材の分量も人数を変更するだけで簡単に計算。Nintendo DS しゃべる DS お料理ナビ。酢豚。DS で美味しい酢豚を作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。 OK。 肉じゃが。さあ、 DS で美味しい肉じゃがを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。 OK。 きゅうりもみ。DS で美味しいきゅうりもみを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。
ルボナーラ。さあ DS で美味しいカルボナーラを作りましょう。しゃべる DS お料理ナビ。OK。DS で英語に挑戦。DS で辞書を引く。DS がお料理をお手伝い。DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。DS で常識力のトレーニング。DS が栄養バランスを考えた献立を提案。DS で英語に挑戦。DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。DS で常識力のトレーニング。DS で英語に挑戦。DS がお料理をお手伝い。DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。ねえ、晩ご飯何にする？いや、ハンバーグ。また？パパは？何でもいいよ。毎日の献立でお悩みの方へ。DS が1000種類のメニューの中から栄養バランスを考えた献立を提案。これは健康応援レシピ1000 DS 献立全集。初心者の方はこちら。体脂肪が気になる方へ。カロリーを考えた献立を1000種類のメニューの中から簡単に検索。カロリー健康応援レシピ1000 DS 献立全集。初心者の方はこちら。生活習慣病が気になる方へ。例えばコレステロール対策の献立も1000種類のメニューの中から簡単に検索。あ、お父さんこれどう？健康応援レシピ 1000DS 献立全集。初心者の方はこちら。ワークしないとかな。残り物を何とかしたい方へ。例えば冷蔵庫にある食材を使った献立も1000種類のメニューの中から簡単に検索。お豆腐だ。健康応援レシピ 1000DS 献立全集。初心者の方はこちら。ねえ、晩ご飯は？何でもいいよ。 DS が1000種類のメニューから毎日の献立を素早く提案。これは DS 献立全集。初心者の方はこちら。春ですね。新生活にしゃべる DS お料理ナビ。新入学に英語付け、漢字そのまま DS 楽引き辞典。新社会人に大人の常識力トレーニング DS。 もうすぐ母の日。 DS でお料理。 DS で脳を鍛える。DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。 もうすぐ父の日。 DS で見る力をトレーニング。 DS で脳を鍛える。 DS でお料理に挑戦。任天堂 DS。 世界の気品を絶賛する料理長があなたに教える。しゃべる DS お料理ナビ。丸ごと帝国ホテル。ブックとポーチも発売。もうすぐ敬老の日。 DS で見る力を鍛える。 DS でお料理に挑戦。 DS で脳の若返りを。任天堂 DS。 おいしいゴーヤチャンプルを作りましょう。 OK。まず2枚を縦に半分に切ってください。次にスプーンで種の部分をかき出してください。 OK。 はい、塩を小さじ4分の1振ってください。はい、詳しく。はい、水分が抜けて柔らかくなるまでだって。
次に塩を小さじ6分の1加えてください。ここで塩入れるのか。溶き卵を流し入れて炒め合わせてください。うん、はい、出来上がり見たことあるもんこの料理いただきます。魚介の旨味を凝縮ミックスパエリア、だし汁の優しい味、茶碗蒸し、ナスがトロトロムサカ、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、スパイシーなビーフステーキチミチャリソース、酸っぱ辛さが癖にトムヤムクン、チョコが溶け込んだバナナブラウニー、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、トマトソースと海の幸ペスカトーラ、ピリ辛のソースが決めてタコス、濃厚な果肉の甘みマンゴープリン、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、おこげが香ばしい石焼きビビンバ、甘さとろーりエッグタルト、野菜の恵みたっぷりラタトゥイユ、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、ピリ辛の炒めご飯ナシゴレン、ほろ苦い甘さボネ、お肉と野菜のコクグーラッシュ、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、シャキッとした食感生春巻き、アンチョビとポテトの素朴な味ヤンソン氏の誘惑、とろりと甘さが広がるティラミス、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、ほんのりと甘いソースフリカデレ、パプリカとじっくり煮込む鶏肉のチリンドロン、ブラウンシュガーの優しい甘さシュガータルト、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、口どけふんわりムースオショコラ、ふわふわでクリーミーいちごのデザート、甘さ控えめチーズ味スイルニキ、世界の料理が気軽に作れる任天堂 DS 世界のご飯、ご飯冷まします。はい、その粗熱取ってる間に美味しさまで逃げてます。逃げちゃったみたい。何が？三菱冷蔵庫なら熱々のまま冷凍。熱々のまままずいでしょう。ですよね。いえいえ、熱々を入れても狙って急冷するから隣の食品を傷めず美味しく冷凍、解凍してもまるで炊きたて、美味しいよね。熱いままキュッと瞬冷凍キャンペーン実施中。三菱電機。